東京芸術大学美術学部2年、日本画を専攻してます尾崎拓郎と言います。僕は、生き物や自然をテーマにした絵を描くことが多くて、その生き物の美しさだったりとか命の輝きだったりとか神秘的な感じをこういかにして絵に落とし込んでいくことができるかっていうのを日々考えています。制作のきっかけは、この絵のタイトルは、喜びの歌っていうタイトルなんですけど、自分は趣味で爬虫類を買ってて、爬虫類ショップに行くことが結構あるんですけど、やっぱその爬虫類ショップに行くとネズミが結構餌用で繁殖されてるのを見かけることがあって、そのネズミのケースの端っことかを見ると結構こうネズミの赤ちゃんが山積みになって置いてあることが結構あって、まあ、これがそのネズミの赤ちゃんなんですけど、なんかこうたくさんネズミのちっちゃいネズミが生まれてて、あ、可愛いなって思うことが結構あって、なんかほっこりした喜ばしい気持ちになるんですけど、まあ、結局でもやっぱ爬虫類ショップに置いてあるネズミってやっぱ蛇の餌になったりとかする悲しい運命を背負っていて、あ、なんか可哀想だなって思いながらも、やっぱでも蛇は命をいただくことができて生きながらえることができるので、多分喜んでるんだろうなっていうふうに自分は思っていて、なのでこの絵の中に蛇を思わせるようなマチエルを描くことで、このネズミが誕生している命の喜びとネズミを食べることができて喜ばしく思っている蛇を2つ画面の中で構成することで、まあ、喜びの歌っていう、まあ、ダブルミーニング的な意味で制作しました。人は多分お肉とかを食べる時とかに感謝の気持ちを、まあ、多分慣れとかで忘れてきてるところがあるなと感じることがあるので、まあ、この絵を見て、まあ、命をいただいているということの大切さを今一度思い出してほしいなというふうに思っています。最後までご覧いただきありがとうございました。